夢は二人でおばあちゃん雑談動画。はい、こんにちは、すずです。今日も話していこうかなと思います。雑談の動画です。今日はそうね、ちいさんに出たら聞きたいこととか、あとまあ動画を撮り始めた理由とかを話していこうかなと思います。小さに聞きたいことね、なんだろう、まあ最初はね、慣れ初めとかなんか挨拶で終わると思うんだけど、そうだな、動画撮って、ずっと結構撮ってるんだけど、動画をさ、どれぐらい撮ってるんだろうね。もう3、4年は2人で撮ってるのかな。まあもともとはね、まあ、私が始めた理由になっちゃうんだけど、ディズニーイン、お一人様ディズニーインっていうのを、まあ、付き合う前にずっと撮ってて、ニコニコ動画に上げてたんだけど、その延長で結構旅行の動画とかを撮るのが、まあ、見るのもすごく好きで、そういうのが撮りたくて撮り始めたのが結構始まりなんですよ。ビデオカメラ最初はお下がりっていうか、家で使わなくなったね、なんかあの CD ロムに撮るやつ、もう何年も前のやつが、もう家族家で使ってなくて、それをなんかもう押し入れにあったから、それをちょっともらって撮り始めた感じですね。最初 CD ロムに撮ってたの動画で、自分でお金貯めて、あの 4K のビデオカメラ買って撮ってたんだけど、結構画質があんまり良くないのね、あれ。 4K で撮っちゃうとそんなに撮れないから、あれってなってて、でも携帯で撮ったりとかして、で本格的に2人でそのチャンネル作って撮り始めた時に、ちょっといい一眼レフの動画撮るやつを買って今に至る感じですね。もう誕生日とか、2人で行ってディズニーメインに撮っていこうってとこから始まってて、だけどこうディズニーに、まあ、年パスがなくなっちゃってディズニーに行く機会が減っちゃったのもあったけど、まあ、そこから旅行に行く、ちょっと遠出しようっていう旅行があったりとかして、旅行の動画を撮ったりとかで、そこら辺からかな、やっぱりYouTube にセクマイさんの動画っていうのが上がってて、最初そう、あげるか迷ったの同性カップル旅行動画とか、再生数ないだろうと思って、あと何だろう、何人いたのかな、最初の頃全然いなくて、同性カップルさんので、まあ有名な方が出てきて、でみんなが撮るようになって、あ、その同性カップルっていうタグを使って撮れると思って、撮れるっていうか、まあとそのジャンルとして確立された感じがあったじゃないですか、多分その有名な人が出てきて、でそっから、じゃあ同性カップルというタグを使って、その同性カップルの旅行動画っていうジャンルとしても上げれるなと思って上げたりとか、 Vlog っていう、同性カップル Vlog っていうのを撮ったんだけど、その他の人がやってる同性カップル Vlog とはちょっとなんだろうな、ニュアンス違ってて、私たちのしょぼいというか、しょぼいとは言わないんだけど、静かな動画が好きだったり、なんかうわーって感じじゃなかったり、そのトークっていうのが結構そんなにテンション高くないから、あとラブラブみたいなのあんまり撮らないから、すごい普通すぎるので結構悩んでたんですけど、まあ最近はもうその普通でいいかという、まあちょっとね、ずっとやってて見てくれる方が出てきて、ちょっと自信もついたっていうのもあるんだけど、普通でいいやっていうだからあんまキャピキャピしてないんだけど、なんかそういうスタンスでやってるから、テキストが多かったんですね、ずっと。喋んない、まあ2人で喋ってる声は入ってるけど、あんまりこうなんか紹介ですみたいなのをやってる感じじゃないなくて、で動画を上げるってな、もっともうちょっと動画を上げていこう
YouTube にってなったんだけど、あんまり思いつかなくて、ずっとまあダラダラと上げてたんだけど、で雑談動画とか、まあ、今までの慣れ初めとか、そのなんだろう、お互い結構精神的な面でいろいろと悩むタイプだから、そういうのなんだろうな、今までやってきたことっていうのとかを話す動画撮りたいなと思ったんだけど、それの撮り方もあんま分からなくて結構悩んでたので、まあもうこんな感じでラフに撮っていく練習から始めて、でまあいろいろ固定でこうしていこうかなっていうのが決まれば、そういうなんだろうな、いろいろとこう改善してきたところとかっていう話もしていけたらなって思ってます。そうで、チーに聞きたいことだよね。で、まあ、こんな感じで撮ってたので、まあ動画を撮ってずっと撮り続けてどうみたいな続けてどうってなんだろう、こういうとこなんだよな、私の悪いところ言葉が出てこないだよね、なんかどうっていうのを、まあちいさんが訳してくれるみたいなところがあって、私たちの関係ってこうまあ最近どうですかみたいな、動画撮ってどうですかっていう部分ちょっと聞いてみたいな、個人的に。あとはあんまりこう恋愛もんってね、あんま聞かなくてさ、二人で、いや、別に普通で、普通のカップルというか、まあ夫婦みたいなとこあると思うけど、なんかそういうところの質問とか受け答えとかあんまないよね。いや、なんか好き好きみたいなのあるよ、それ普通に話すんだけど、なんかいざ動画で撮るってなっているみたいな感じのとこあるな。カップル動画、いや、どうなんだろう、これはカップル動画撮りたい。いや、この話したことある気がするな、あんまりそういうのいらないかって話になってたけど、カップル動画でやりたいこと、まあ一回雑談動画でやっていきたいことあるか聞いてみるかな。これをなんか私が考えたことだから、何か話していきたいことがあるかとか、もう個人的になんか好きな本の話とか取るやつすごいやりたくて、それをやりたいんだけど、これ私のしたいことだねあとなんか聞きたいことあるかな、聞きたいこと、話す動画で話すのどう思ってんのか、話す動画についてどう思うか、無難なの聞く、私の好きなとこいる、これなんか一回撮ったんですよね、カップル50の質問みたいなの撮ったんだけど、ああいうのをあんまり私再生しなくて聞かないから、カップル動画、そうだね、旅行動画は見るんだけど、カップル動画っていうのお互いあんま見ないからっていうのであんま撮らないっていうのがあるかもしれないですね、私たちって。わかんないな、なんか動画で撮りたい、聞きたいこと撮ろうって思ったけど、こういうの考えるのやっぱ一人でやんなきゃ、私ダメなタイプだろ動画撮ってたりだけど、こういう、だから配信向かないのこういうとこなんですよね、なんかアドリブじゃないけど、考えすぎるのかな、頭が回んなくなるところがあって。何分？ 6 分。そうね、聞きたいことなんかないありますかね。ちいさん多分今週末とかに一回撮ろうかなと思ってんだけどさ、なんだろうね、動画としてあんまりやりたいことないって言ってたからな、やりたいこと付き合うよみたいなスタンスだから、ちいさんそう、あんまりその YouTube でこれやりたいみたいなのがあんまり、ちいさんは特にないから、付き合ってくれてる感じなんで企画みたいなのがさ、あんまり思いつかないんですよね。動画のトーク企画みたいなのとかは
合わないのが多いかもしれない。なんか他の人がやってるのパクればいいやと思って見てたんだけど、なんか結構セクマイとか同性になると結構ナイーブな話多いじゃないですか。あんまりああいう話を面白く語れないから、結構真面目に語っちゃうからあんまり良くないんだよね。多分真面目じゃなく、真面目じゃないって真面目な話なんだけど、まあ、適度にこうさギャグで返せるから面白いんだと思うんだけど、そういうのなく結構真面目に話しちゃうから二人とも。いや真面目なんだよな真面目すぎて面白くないんですよ私たち。だから結構旅行とかもばっかり撮ってる。日常本当に普通だから、本当に普通だから、なんだ動画セクマイ動画っていうので求めてるああいうキラキラした雰囲気本当に ないな、普通なんです、めちゃくちゃ私はもう喋んないかもしれないね、二人でいるとうんうんみたいな感じで。でも動画としてあまり面白くないんだろうなと二人でいると本当普通すぎて。まあでもあれはカメラの前だからみんな頑張ってるのかな。な、取り留めのない話になったんですけど、結局何が話したかったっていう感じなんだけど、今日はまあ小さに聞きたいことをちょっと考えてみたけど、あんまり思いつかなかったな。まあ動画撮り始めた理由を一方的に語った話でした。はい、ではまた次回、ここら辺の挨拶とかも、まあ、小さんと一緒に決めれたらなと思います。それでは。